はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと新しいファッションの企画をやりたいなと思うんですけど、私普段から結構ファッションの系統的に言うと海外系のファッションがすごく好きで、なんか日本のファッションと海外のファッションって何が違うんだろうと思っていろいろちょっと見てたんですね。で、同じアイテムを使っても日本っぽいコーディネートと海外っぽいコーディネートで結構変わってきたりとかするので、今日は一つの同じアイテムを使ってそれを日本っぽいコーディネートと海外っぽいコーディネートみたいな感じで紹介していこうかなって思います。それぞれの特徴とかも最後にまとめてお話ししようかなと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速紹介していきたいと思います。まず一つ目が今着ているこちらのブルーのストライプのシャツでございます。こういうシャツ結構定番のアイテムだし春らしいかなと思って今回はこのシャツを選びました。これはちなみにね、 GU で買いました。私は XL サイズにしたんですけど、結構ゆったり着れるようなサイズ感でとても良かったです。これを使ったまずは日本っぽいコーディネートから紹介していきます。こんな感じで組んでみました。ちょっとオフィスっぽいような綺麗めな感じのスタイルかなと思います。カーディガン羽織っておしゃれっぽい感じを出してみたりとか、袖もちょっとまくってこの手首とかはね見せてスタイルアップできるようなコーディネートにしております。このやっぱフレアパンツって結構日本っぽいアイテムかなって私は思ってて、年中そうなんですけどすごい見かけるんですよ、街中でも。すごくスタイルアップができる形だと思うので、今回このパンツを合わせて、やっぱり足元はヒールかなっていう風に思いました。これでスニーカーとかでも可愛いかなと思ったんですけど、本当に今回のコーディネートは全部個人的な偏見にはなってしまうんですけど、結構ヒールを履いてる方が多いかなって私は思います。やっぱり日本人って平均身長が低い人種ではあると思うので、日本人の女性はヒールの確率が高いのかなと思って今回はヒールをチョイスしました。全体的に結構女性らしいようなオフィスカジュアルみたいなちょっとフォーマルな感じの印象にしてみました。では続きまして、海外っぽいコーディネートこんな感じでございます。今回は分かりやすくやってみようと思ったので、全体的な色味は統一させて作ってみました。なのでさっきのブラックのパンツと同じブラックのパンツを履いてるんですけど、ここが結構変わってくるポイントかなって思ってて、さっきの日本っぽい感じのコーディネートはフレアパンツで、ちょっと裾にかけて広がっていくような感じのパンツを選んだんですけど、私はそのパンツを海外で履いてる方ってそんなにいないかなと思ったんですよ。どちらかというとこういったストレートっぽい感じのパンツで、しかもめちゃくちゃルーズな感じ、結構ダボっとした裾引きずるんじゃないのぐらいの長さのあるパンツを履いてるイメージがあったので、今回はこのパンツにしました。このパンツにすることで全体的に緩い感じ、こなれ感が出たりとか、メンズライクな感じの印象が出るかなと思います。それに合わせてスニーカーであったりとかキャップをかぶったりとかして、よりストリート感を出してるんですけど、これがやっぱり海外っぽいポイントなのかなと思います。さっきの日本っぽいコーディネートはインしてるのに対して、こっちのコーディネートはアウトにして、しかもボタンを上下開けてあげることで抜け感が出たりとか、よりこなれ感が出るので、まあ、こういった感じでちょっと工夫してあげるのもおすすめでございます。はい、ということでまず1個目、こちらのシャツを使った比較コーデこんな感じでございました。こんな感じでやっていこうかなと思うんですけど、どうですかね。なんか多分ああ確かになって思ってくれる方も多いんじゃないかなとは思います。では続きまして2つ目のアイテムがじゃじゃじゃん、こちらでございます。やっぱり春と言ったらこのテーラードジャケットがめちゃくちゃ大活躍するので、今回はこれを使って比較コーディネートしていきたいと思います。ではまず最初は日本っぽい感じのコーディネートからいきましょう。こんな感じで組んでみました。今回同じアイテム使うということで、本当だったらちょっとスタイリッシュな体にフィットするような、でしかもくびれてるようなデザインのジャケットが日本っぽいかなっていう風に思ったんですけど、後で話すんですけど、それだとちょっと海外感が出なくなってしまうので、今回このジャケットにしたんですが、もう少しシルエットが違ったらより日本っぽくなるかなとは思います。合わせ方としてはちょっときれいめなブラウスにスキニーだったりとかスリムな感じのパンツにヒールっていう感じで、結構ね私こういったコーデ日本でよく見かけるような気がするんですよね。雑誌とかでこういったコーデとかってよく見ないですか。これもなんかオフィスカジュアルみたいな感じかな、綺麗めな感じで全体的にこうまとまりのあるコーディネートかなと思います。普段私は着ないような感じのコーディネートなので、ちょっと自信がないんですけれども、いろいろとこういうのがいいのかなと思ってコーディネート組んでみました。では続いて海外っぽいコーデこんな感じでございます。これ結構海外の方ではすごいもう定番な海外版量産コーデじゃないですかね、これマジでめちゃくちゃ見かけるコーディネートです。あ、でさっき言ってたジャケットの形なんですけど、日本はちょっとこうスリムなシルエットがすごく
綺麗に見えるような、ボディラインが綺麗に見えるようなジャケットが多いかなと思うんですが、海外は逆にもうめちゃくちゃオーバーサイズ、えそれ合ってるみたいな、それ体のサイズに合ってんのぐらいの肩幅がめっちゃでかかったりとかっていうジャケットの方が海外では定番な形で、こなれ感が出やすかったりするので、ファッション上級者っぽい感じのシルエットなので、そういったジャケットが人気なのかなと思います。で合わせとしては中もキャミソール、ダボっとした感じのデニムにナイキのスニーカーだったりとかを合わせてるイメージがあります。アクセサリーも結構ねジャラジャラとつけて、それがねインパクトになってるんですけど、海外の春夏の定番トップスはもうこのキャミです。このキャミさえあれば海外風コーデができますっていうぐらいマジでみんな多分持ってると思う。めちゃくちゃよく見かけるアイテムです。こういったキャミにデニムっていうスタイルが夏とかでは定番なコーデになってくるので、それにジャケットを羽織ったみたいな感じかな。はい、ということでジャケットの比較コーディネートこんな感じでございました。これも結構わかりやすかったんじゃないかなと思います。同じデニムを履いていてもサイズ感だったりとかでそれぞれの国っぽさが出てるんじゃないかなと思います。はい、では続いててラストになります。ラスト3つ目のアイテムがじゃじゃーん、こちらのトレンチコートでございます。トレンチコートもねもうめちゃくちゃ春らしいアイテムなので、これから多分皆さんも着る機会多いと思うんですが、このトレンチコートを使ったまず日本っぽいコーディネートはこんな感じで組んでみました。もうこれぞ定番という日本版量産コーデじゃないですかね。これもうこのコーデはもうめちゃくちゃ見かけると思います。雑誌とかにもよく載ってたりするし、インスタでよく見かけたりとか街中でもよく見かけるし、トレンチといったらこの合わせじゃないですかね。トレンチだったらボーダーでしょと思って今回ボーダーのトップスをね合わせました。それにまあデニムを合わせて、デニムもスッキリとした感じのシルエットのものがよりっぽくなるかなと思います。足元はローファーにしてきれいめな感じでまとめてみました。今ヘアスタイルはお団子とかにしてちょっとゆるい感じで、これに伊達メガネとかしても可愛いと思います。でもやっぱりこのトレンチコートにボーダーってめちゃくちゃ合うじゃないですか。黄金の組み合わせだと思うので、これだったら結構年齢問わず着れるような感じがするので、学生の方はもちろん普通に社会人の方とか主婦の方とかでも誰でも着やすいコーディネートじゃないかなって思います。大人になったら持つバッグだったりとかでブランド物を持ったりとかして、より大人っぽさを出していけたらいいのかなというふうに思います。定番ではあるんですけど、私はあんまり普段着ないようなテイストのコーディネートなので、すごく新鮮な感じがあるかなと思います。続きまして海外っぽいコーディネートこんな感じでございます。このコーデ結構違いますよね、し結構分かりやすいと思います。前のコーディネートを見てても分かるかなと思うんですが、やっぱり海外のコーディネートってカジュアルな感じのコーディネートが多いなっていうふうに思ってて、なので今回もこのトレンチコートの中身はスウェットの上下、スウェットのセットアップでも外に行っちゃうっていうこの海外っぽさがもう前面に出てるんじゃないかなと思うんですが、この中のスウェットは私今回ホワイトにしてますけど、割と何色でもいいと思います。ベージュだったら結構いろんな色合うと思うので、グレーとかも合いそうだし、ブラックとかもいけそうだし、グリーンとかでも可愛いかなと思うんですが、とにかくやっぱりラフな感じのものを合わせてあげると海外らしさが出ます。たださっきのコーディネートにもそうだったんですけど、海外っぽい感じのコーデを組むならアクセサリーは結構必須になってくるかなと思うので、今回も結構ごつめのものをねジャラジャラとつけております。これがあるのとないのだとよりドレスアップ感っていうんですかね、ないとちょっと無理やり感が出ちゃうかなと思うので、より着こなすこなれ感を出すためにはアクセサリーとかもつけてあげるといいと思います。今回はシューズスニーカーで合わせてますけど、スニーカーじゃなくてもブーツとかでも可愛いなって思うし、ヘアもねお団子にしてるけどキャップをかぶっても可愛いし、ニット帽とかかぶっても可愛いので、そこはいろいろとねアレンジができるかなと思います。はい、ということでこんな感じで3つのアイテムを使ってそれぞれ比較コーデやっていきました。いかがでしょうか。どうですか、結構あ確かにって思いませんでした。皆さん私もコーデ組んでみて自分であ確かにと思いながらやってたんですけど、まとめをすると、まず日本っぽいコーディネートは結構やってて思ったのはすごく統一感があってスタイルアップメインな感じの組み方かなって思いました。まあ日本っぽいコーディネートでもいろんなジャンルがあると思うんですよ。その中でも私今回変
系で決めてしまったので、こういったコーディネートだけじゃないよっていうのもわかるんですが、今回使ったこの3つのアイテム自体がきれいめなアイテムが多かったと思うんですね。そのアイテムを使って日本っぽいコーディネートをしようとすると、ほんときれいめな感じで統一感のあるきれいなコーディネートかなっていう気がしました。あとはやっぱりスタイルアップできるようなスタイルが多いかなと思ったので、パンツは全体的にスッキリしたものになったし、足元もヒールが合うなっていうコーディネートが多いなと思ったし、割とそのスタイルアップっていうところにポイントを置いてコーディネートを組んでるのかなという気がしました。で、逆に海外のコーディネートのポイントで言うと、日本と比較するならスタイルアップは考えられてはいないかなっていうのと、統一感はあんまりない気がします。っていうのも悪い意味で統一感がないんじゃなくて、逆にこれ結構 YouTube で言ってると思うんですけど、いろんなテイストのものが混ざり合っているので、そこでこなれ感がめちゃくちゃ出てるなっていう気がします。だからさっきこの3つのアイテム切れ目が多いかなって言ったと思うんですけど、海外のコーディネートを見てみると、割とこう合わせ的にはカジュアルなものだったりラフなアイテムが多かったかなと思うので、本当にもう海外っぽいスタイルを作るなら統一感とかは一回ちょっと置いといて、だからちょっと一歩間違えちゃったりとかするとあれだなとは思うんですけど、うまくこうバランスを見ながら、女っぽいデメっぽいアイテムとメンズライクだったりちょっとカジュアルなアイテムを組み合わせてあげると、海外っぽいコーディネートができるかなという気がします。やっぱり海外の方ってもともとスタイルがいい方多いので、あんまりスタイルアップも気にしてない気がしますね。パンツとかも結構ゆったりしたものが多かったし、靴もヒールがあるものとかもあんまりないなという感じがしたので、そこはあまりポイントとしてはないのかなという気がしました。それよりもいかにこうラフでおしゃれ感を演出するかみたいなのがポイントなのかなという気がしました。はい、ということで今回はこんな感じで、日本っぽいコーディネート、海外っぽいコーディネートをそれぞれ同じアイテムを使って組んでみました。またなんかもし好評だったらね、こういう企画もやっていこうかなと思うので、ぜひぜひ皆さんコメントで教えてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。